福島の子どもたちを守る法律家ネットワークという、自主避難者の支援団体、支援を行っている法律家の団体の、副代表をしています。本日よろしくお願いします。避難されたのは、4人の、ご家族のうちお母さんとそれからこの子ども2名、事故当時に中1小5、実際に避難されたのは2011年の7月ですので、その当時は中2と小6ということになりますが、この3名の方が、札幌市に避難をされた事案です。でお父さんの方は、白川市に、残っていらっしゃって、今でも、白川市で生活を、続けていらっしゃいます。和解の内容ということになりますが、原発 ADR から、和解案が出たのが3月のことでして、その和解案に基づいて最終的に東京電力も含めて和解を受諾するということになりました。具体的内容としては、請求していたのは2011年分の損害ということになりますが、2011年分の損害ということで、この白川市の子ども妊婦に対して1人当たり20万円、今回の世帯の場合は40万円支払われていた以外に、合計134万7190円を支払うという内容で、和解が成立しています。これまで東京電力は、福島市は郡山市からの避難者に対しては、賠償を請求を認めてきたわけですが、県南地域については基本的には子ども、妊婦の方に20万円配るという対応しかしておらず、それ以外の請求は一切認めていないということになります。で今回それをですね、相当上回る水準での和解が、なされたということで、特に今回の件が重要であるのは、原発事故後ですね、さまざまな形で、政府が、区域分け、線引きをしてきました。で今回この自主的避難等対象区域ということで、郡山市と白川市の間に賠償の差が出てきてしまっているということについても、まさにその政府がこれまで行ってきた線引きの非常に良くない一面であろうと思いますが、その線引きがですね、今回まあ一つの事案ではありますが打破することができたと、より被害の実態に即した賠償が行われるための一つのステップになってほしいというふうに私たちとしては期待しております。やはり私たちが避難をしたということを全く意味のないものとして済ませようとしている東電または国に対して、私たちができるまず第一歩なんではないかと思いまして、いろいろ考えて家族の中でも相談をしまして、この2011年の12月に正式に ADR の方のスタートが切られたんですけれども、そのスタートした時点では3、4ヶ月ほどで何らかの結果が出るのではないかというような話がなされていました。 ADR というのは裁判とは違って素早く結果が出るんだというところがメリットの一つであるということが私たちの中では一つの知識としてあったので、それもあって、それだったらと思ってスタートしたんですけれども、実際は本当に棚ざらしにされたまま何の反応もなく、ほったらかしにされていたような状態がすごく長かったんですね。でその間もこう少しでもこちらの思いを分かってもらおうと思いまして、私たちが避難するまでの間に白川市の自宅周辺の放射線量を私は毎日毎日数箇所測って表にまとめておりました。そういったものを全部提出させていただいたり、残っている主人の心情を綴った手紙などを書かせていただいたり、あと子どもの言葉として提出させていただいたりしながら、こちらがどういう思いで避難ということに至ったのかというのを分かっていただこうと、本当にあらゆる手段を尽くしてきたんですけれども、本当にこの1年4ヶ月この3月に和解という形でご連絡をいただくまでは、なぜ分かってもらえないんだろうという気持ちがこちらの方でも湧いてきてしまうほどに棚ざらしの状態が続いておりました。それだけではなくて、私たちの方から提出したものに対して、あなたたちの避難は合理性がないとはっきり書かれた書類が送られてきたこともございました。本当にその書類を見たときにはですね、福田先生と電話で話をしながら、もうこの手紙破いてもいいですよと本当に福田先生がおっしゃったぐらいに、私も本当にそれを見たときに、あれだけはっきりとした汚染があって、今現在も除染が進められているような場所から避難をしたにもかかわらず、あなたたちの避難に合理性はありませんという答えが返ってきた時の悔しさと、なんて言うんでしょう、もう遺憾という言葉では表せないぐらいの本当に悲しい怒りがいっぱいでして、でもしこのまま何も
方向性が決まらずに ADR が進まなければ私たちはどうしたらいいんだろうなというのを少しずつこうなんとなく福田先生とも話を進めていた頃の本当に突然の実は和解というご連絡だったんですけれども、私たちがこの ADR というのをやろうと決めたのはこうあの場所に実際の汚染があったということ、私たちにはそれを怖がってそこから逃げる権利があるということをぜひ実際に怖くても我慢をしてしまっている人や怖くて逃げたのにそこにかかった費用が請求できていない方々にあなたたちの避難は正当だったんだよということを伝えるためにこの国や東電が引いたラインを本当に目に見えないラインですけれどもそんなライン関係なく放射能というのは広がってそこに汚染があるのは事実なのでその汚染から逃げたい気持ちはみんなの権利であって私たちはその権利を行使して逃げた先にかかったお金をまたきちんと受け取る賠償していただくというそれも私たちの権利なんだということをしっかり認めていただくために ADR をやろうというのを私は決心をしたので今回多分この金額を見たときに例えば私の慰謝料4万円というのもこの4万で果たして何ができるんだろうかと思ったりもするんですけれどももちろん金額的に満足がいくかといえば私がこの1年、8ヶ月9ヶ月避難してから経っている時間の間に本当にいろんな思いをしてきました。お金もたくさんかかりました。でもそれがその4万円でじゃあ何がこうカバーできるのかと言われてしまえば何も実はできません。でも今回合理性がないと一度言い切ったことに関して慰謝料が出たというのは実は汚染があってそこから逃げたことは合理性があるんだということをはっきり認めたということだと思っています。なので今まだ悩んでいる方または、悩んで考えて避難をしたけれどもそこから先こう一方的にお金が出ていってしまって何ももらえていない方々にあなたたちにも同じことをする権利もあるんだよということをぜひ分かっていただきたいなと思ったのでこの、金額云々というのは本当にちょっと横に置いておきまして今回ちょっと主人の分の慰謝料が出ていないというのは私も本当に悔しい思いでいっぱいなんですけれども大まかな部分に関しては認めていただいた部分は私としては評価できる点で特筆できる点だなと思っております。今結果どの程度 その編成を今後持ってくるのかなという部分が非常に気になるところではあるんですけれども今回東電側はなぜこれを認めたのかという部分については何か言及しているんでしょうか。東京電力は基本的にセンターから和解案が示されればそれを原則としては受けざるを得ないという立場にありますので東京電力が受けた理由というのはよく分かりません。ただセンターがですね今回賠償するという和解案を出した理由というのはこれは和解案の提示理由書というものを昔はいっぱい作ったんですけど今センター作らなくなっていまして私たちもこれ今回のケースについてもらってません。ただセンターとの議論の中で聞いているのは基本的には線量の問題であるというふうに聞いてます。で具体的には、自主的避難等対象区域ってこれ線量いろいろなんですね。で高いところは福島市や郡山市なんか結構高いですしいわき市とかあるいは相馬市とかいうのもちろん対象区域なんでそれほど高くありません。で白川市っていうのはだいたいその中間ぐらいの線量であるということなのでこの件については自主的避難等対象区域と同様の線量の状況にあるということに鑑みて、避難の合理性を認めることにしたというふうにセンターから口頭で説明を受けております。避難をしたのは2011年の7月の21日です。ちょうど子どもたちの1学期の学校が全部終わった翌日に避難をしました。で、これが4ヶ月経っているということでこの4ヶ月何をしていたんだというようなことを、言ってこられたこともあるんですけれども、この4ヶ月間はですね安全であると焦るなというのを繰り返し言われていたというのが現実です。避難をしようとした人たちを、笑う人もおりましたし、そういう中でこう焦って飛び出ていくのをみっともないことであると
そういった風潮もありました。実際私が最後に家を出るときに測った玄関付近の線量は 0.68 でした。 0.68 マイクロシーベルトパーアワーですね、でした。で、私が一番ですね、これはもうここにはいられないと思った決定的なものはですね、2階に、うち子どものお部屋があるんですけれども、その子どものお部屋の2段ベッドの上の段がものすごい線量だったんですね。それはもうしばらく子どもたちをそこで寝かして生活をしてしまってから、ふと気がついて2階を調べようと思って、こう普段こう通常自分がこう生活をする状態で調べていたんですけれども、ふと思って2段ベッドの上の段に登って天井付近を調べてみたら、本当にものすごい線量でして、あの時多分最初に測った時は 0.7 から8ぐらいありまして、そこに子どもたちを結局数ヶ月寝かして生活をしてしまったという自分のこの無知さと、いや大丈夫だと言い続けていったことへのなんかすごく怒りが一気にその時に吹き出しまして、もうここにはいられないなと、ここで子育てをするのは私にとっては絶対に無理なことであると思いまして、7月の21日に最終的に避難ということになりました。先生、大変申し訳ないんですが、3時半から別の会見が予定されてますので、あとは個別で申し訳ありません、お願いします。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。